ットンの4曲です。桜ナイツ沢崎の親番ドラワッシャーです。さあ沢崎本日も気合い十分。今度2曲は5200伊達から上がって現在2番手につけています。ドラワッシャーです。まあね、あの年になっても気合いだけはすごいよね本当いつもあの朗らかでいらっしゃいますし、発言もパワフルですし、ね、時々あの何言ってるかよく分からない時ありますけどね何でしたっけ。もう結構でもずっとポジティブなんですよね、発言がまあ、あのだいぶあのサービス的なトークも多いですけどもね、はい、どこまで本気にしていいか分からないですけど今日もねペーチャの沢崎さん、ペーチャスタートということでかなりねあの張り切ってましたよね、試合前。そうですね、いやただ僕はあの終電で帰るって言ってあるんで、はい、いやいやもう沢崎さんの鬼レンちゃんにお付き合いいただきますよ、藤崎さんも。大体お約束のようにね、朝まで帰れないからねって毎回言われますからね。さあまずは赤ウピン入りましたよ。ここでドラを離しました。なんか一足早めの印象がありますけれども、ちょっと早いですね。はい、ここは早めに切っての様子見でしょうか。現在トップ目はこちら園田健、はい、メンツなし、トイツ3組、ドラもなし。さあどうする。でも沢崎さんも言ってましたよね、あの僕ラスオヤの時もっと打ちたいんだけど、ただうちのチームみんなラスオヤ強いんだよねって言ってましたよねそうですね、なのでペーチャをこうみんなで均等に分け合っている形になってますかね、僕だけ独占するわけにもな、はい、ということでしょうか、はい、そう桜のやつ皆さんペーチャの成績がいいということで、うん、そのあたりもね面白いデータですね。内川さんとかもめっちゃ強いイメージあるもんね。いやなんか点数ないところからグイって1回に4000オールとか6000オールとかするイメージありますよね。そうですね。さあペーチャの桜ナイツ今後も注目していきたいところ、まずは1回目の親番を迎えている沢崎です。萩原ドラ1枚持ってきてドラ赤、うん、重ねたいところ。なんか誰がいいっていう手格好じゃないんだけど、まあ、強いて言えば萩原さんと沢崎さんですかね。まだねちょっと誰が先手を取るのか分かりづらい展開にはなっています。ただ沢崎さんもねあの道中の打ち方見てると、うん、ドラのシャアを先に切り出してハクトトンとか抱えましたので、自分が一番手だとは決して思ってない打ち方ですからね、はい、うん。萩原も想像が少し伸びました、はい、さあ現在親番の沢崎、なんか、うん、誰も自分が一番いいと思ってない打ち方ですよね、とても思えないですよね、でも皆さんこれは、うん、さあドラ1枚、これは1枚だとお荷物だ、伊達の手。まあただ親の現物なんでね、親はもう切ってるんで、もしあれなら切っちゃってもいい形なので、うん、いつもの自敗のドラよりは嫌な感じはないでしょうかね、うん、重なったら大チャンス。さあ沢崎もピンズ伸びてここで総積み切りました。あ、重ねましたよ。あら急に輝いた。そうですね、これで両冠両面のイーシャンテン3、4、5、3色も見える萩原です。ただね3万チーとかいうタイプではないでしょうからね。3色確定の3万をチーするとでも3色ドラドラ赤漫画ありますよ。いやただあの萩原雅人ですよ、萩原雅人両面チーって言われたらみんなね打点を想像するんで、まあ漫画は硬いですね。っていうことはどうやったら漫画になるのって思えば、あれシャアを持ってる、シャアを持ってれば役は何って言えば、かなり差し子の3色は警戒されますんでね、ですね。ということで萩原は両面形を取って3、4、5、3色が見切りましたね、はい。なんで多分ねあの萩原さんが3万チーって言ってチーズを切ったら、うん、関数層みんな本線で読まれるかもしれないですね、多分ね。だったらもういつものスタイル面前のリーチで行きますか。面前リーチの方がいいだろうってことですけどね、多分リーチ行くよね萩原さんね。嫌味手もあるよね、打点的には。そうですね、まあ、これ普通に転売するとピンフドラドラ赤は確定、漫画は確定です、はい。そこに、ね、イペーコがついてきたりするとあれリーチどうしようっていう風にも思いそうですが、どうなりますかね。ね、例えばサブローマン引いても急速積もればハネマンなんでね、ちょっとやめてもよぎりますけど萩原さんはリーチ決めてました、リーチ決めてました。ロー急走待ちです。
そうなんでしょうね、まあ、決断のタイミングですよね。さあ老朽層そうなの、はい、手に3枚これはね嘘が相当光ってますんで、はい、老朽層っていうのはもうほとんどね出上がり期待できないぐらいのリーチなんですよ。あらそれをノータイムでいくっていうのは絶対積もっているってことですからね。山に3枚残ってますね、うん、積もったら大きいぞ。いや積もらなくても大きいんですけど、ただなかなか出上がりはね、うん、ちょっと読まれやすいところでの待ちとなったか、うん、読まれるっていうんでもないんでしょうけど、やっぱみんな切りづらいところですよね。運送に注目が集まると先ほどおっしゃってましたけれども、はい、そうね、あの、まあ、注目が集まるって運送だけじゃないですけど、あの、はい、日頃のパイで切られてるのが運送だけなんですよね。あ、萩原の捨て牌、はい、そうですね、真ん中の牌は、うん、他にはなさそう。なのであの運送切って9万つも切った後3増手出してリーチなんで、はい、基本的にはいい数層が一番警戒されるんですけど、今通りましたね、数層通っちゃったもんね。通りました。うわ、これは積もりたいね。積もりたすぎる。現状も役で確定したのはリーチ、ピンフ、ドラドラか、積もればハネマンから、あのもうはっきり言います、積もも確定してます、上がるとき、ね、なるほど、じゃあハネマンですね、はい、イーペイコーかどうか、裏ドラが何枚乗るかどうかですね。じゃあ、はい、あの多分ね出上がりはないですね。ないか。高め急走は1枚、安めロー層2枚残ってます。老朽層待ち、で2枚切れてる数層が2枚いるとかね。うん、いやいや、そんな、そうか、決断の局面ありましたもんね。まあまあ、ただ関数層には絶対ならないのでね、あの引いたのが3番じゃないんで、ローマンなんでね。さあ終盤、萩原は上がりまで持っていけるんでしょうか。上がりたすぎる。この手積もったのはどっち、急走の方だ。裏17半確定してる。裏1倍満、裏は乗らず、でも3,000-6,000、はい、レイテツもピンフ、イーペイコー、ドラドラ赤、はい、これは大きな上がりとなりました。萩原正人、あれはね